ルイゼ・ゾフィー・アーデルハイト・ヘンリエッテ・アマーリエフォン、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルクは、最後のドイツ皇后、アウグステ・ビクトリアの妹で、プロイセン王子、フリードリヒ・レオポルトの妻。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク、皇爵家の課長をフリードリヒ八世と、ホーエンド・エランゲンブルク公、エルンスト一世の娘、アーデルハイトの間の三女として生まれた。 父フリードリヒ発生は1863年にシュレース・ビヒホルシュタイン公国の君主となることを宣言。したが、1864年に第二次シュレース・ビヒホルシュタイン戦争が始まった後は、独立公国の元首となる希望を完全に絶たれ、家族を連れて、シュレージエンの領地、ブリムケナウに引退した。ルイーゼ・ゾフィーはブリムケナウで、師弟たちと一緒に幸福な少女時代を過ごした。 ルイーゼ・ゾフィーは何人かの家庭教師に教育を受けた。教育内容は、家政や演芸、スポーツなど多岐にわたった。彼女が特に熱中したのは自転車であり、家中の者たちに自転車姫とあだなされるほどだった。長子のアウグステ・ビクトリアが1881年、後にドイツ皇帝ビルヘルム2世となる、プロイセン王子ビルヘルムと結婚すると、 アウグステンブルク公爵一家はいきなり世間の注目の的になった。1889年6月24日、ルイーゼ・ゾフィーが義兄ウィルヘルム2世紀の同族のまた重帝であるプロイセン王子フリードリ・ヒレオポルトと結婚するとアウグステンブルク公爵家の地位はさらに高まった。ルイーゼ・ゾフィーはアウグステ・ビクトリアの実妹ということもあり、 宮中の儀式ではたびたび皇后の傍らに身を置き、また皇后の福祉施設や病院への訪問の際には必ず一緒について行った。ルイーゼ・ゾフィーと夫の間には4人の子供がいたが、そのうち3人に先立たれた。次男のフリードリヒ・カールは第一次世界大戦中の1917年にルーアンで戦死した。1923年には、 長女のビクトリア・マルガレーテがインフルエンザをこじらせて、休死した。最初の結婚に失敗した後、母方のいとこで、ドイツ皇帝夫妻の4男であるアウグストビルヘルム、王子と再婚しようとした矢先のことだった。さらに1927年、巧妙な総合馬術選手だった長男のフリード・ドリヒ、ジギスムントも、落馬による内臓損傷で死んだ。1939年、 すでに未亡人となっていたルイーゼ・ゾフィーは、ナチス・ドイツにより強制的に巨城の、クライングリーニッケ城を売却させられた。ありがとうございます。